ボード持って跳ねてるお姉さんがいるんですけど、
説明聞きたい人、ぜひこのライブ終わった後に説明会実施するんで、あのお姉さんについていくなり、あそこの部室に行くなりして、ぜひ僕らの説明聞きに来てみてください。お願いします。見に来ていただいてありがとうございます。あと2曲なんですけど、楽しんで聴いて帰ってください。文化総部慶応学部なんですけど、こうやってね、スピーカーを出して、スタッフがついてっていう環境で、ライブできるのはね、感覚で多分うちだけなので、すごいでしょうかね。すごいんですよ。あと2曲楽しんで帰ってください。押して負けろ、君の思考回路は外にない、泣くぞも変えてみろ、すると終わるでしょう、あなたの視界
コピーしますので、ぜひ足をお運びください。はい、そしてね、今から文化祭の